これが俺の問答無用天下無敵の雷獣シュートだ。こんにちは、こんばんは、ナオトです。今日もガチャやっていきたいと思います。で、イベントの2周年記念メダルで、残りの R 以上ガチャチケットを手に入れたんで、そちらで回したいと思います。で、この間この R 以上、SR 以上の、イベントで勝利した時に1枚もらえるやつで、1枚もらってたんですけど、でそれで1枚でガチャを回したら、なんおらしいなってレーザーが出てしまって、ちょっとそれはびっくりですね。まあ今強化中で、まあ覚醒所の金の力まだ足んないんで、まだ覚醒できないんですけど、めちゃくちゃやっぱあれは強いですね。ということで、この5枚を1枚ずつやろうと思います。狙いは若林です。いくぞ翼くん。はい、おうさくん、いけツイン。ここら辺に出ちゃったらもうびっくりするね。死んだよ。いくぞ翼くん。おうさくん足を。なに SR。 まあお、いや、これは来んじゃないですか。これはさすがにこのカットインは来んじゃない。これで来ないっていうことは一回あったような、昔あったような気がします。でもこれは来ん、熱いんじゃないですか。おっしゃ、これは来たんじゃない。若林やめて。おっしゃ、若林来てください。空中だけが宇宙殺到の舞台じゃないぜ。なんでメキシコ、期待してたのにメキシコですか。がーしかも今来ている日本代表覚醒、潜在覚醒持ってる赤いとかを潜在するためのメダルがあるんですけど、そちらをのイベントでもメキシコがパラメーターが上がるんですけど、かなり、ただ通常の日本のキャラでも全然クリアできるんで、なんでコインメダル集め楽なんですよ。だからわざわざメキシコを強化してやんなくても大丈夫なんですよ。なんでメキシコはいらないんですよね。まああと1点2個あるから期待を込めてやりたいと思います。ね、あれ以上出ちゃったからね。ケイダ君、いけつばさ。もしああいうふうにメキシコとかあるなら、北中カリブ海みたいな、例えばね、アメリカ代表とか、昔ね、忘れ、ちょっと名前が出ないのに、ミハエルかな、ミカエルはスペインなんですけど、ミハエルとかなんかいう、ちょっと、アーティストとか、バラを、バラ持
で、そういうキャラがいて、キャプテン翼で、結構能力があった選手なんですけど、そういうね、新しいキャラっていうのも欲しいですよね。あとはサンターナとかでも、キャプテン翼3とか、4? あたりです。ここら辺で、サンターナにミラージュシュートみたいなのがあったんですけど、そういうシュートとか、そういう、2つ技とかをなんか簡単に持たすとか、ちょっともう少しね、昔のキャプテン翼のゲームでのシュートとかを入れてほしいですよね。あとはキーパーとの1対1を作るとか。行くぞ翼くん。キーパーと1対1って自分好きだったんですよね。それはもう今ないんで。行け翼。キーパーとの1対1っていうのは、夢玉増やしました。では、おみくじがやりたいと思います。これでワンチャンあるのかな。お、金、これあんじゃないですか。しかも花火 1,2,3,4,5 5花火で金、これはおみくじ来たんじゃないですか。若林来い、若林が欲しい。あれ、これでない。え、これじゃないの。これでないってちょっときつくない。これでないんですか。いやー厳しい、やられまくりじゃん。これ今のでないって。とりあえず自分は若林を狙ってるんで、若林が欲しい。そうすれば山田が必要なくなるんで、若林来い。若林来い。うわ、こっちでも来ねえ。うわ、ひど。やっぱこれはほんとひどいっすよね。腕が悪い。最初のカットインのあれに騙される。行くぜ。じゃあここで1枠買って、頼むから若林来てください。若林欲しい。若林来てくれ。2体来てもいいよ。若林2体。若林来て。若林、うわー、赤いだ。誰にも負けねえ。若林が欲しいのに。まあ赤いもいいけど、若林が欲しいよ。若林が欲しかった。ミキサー、まだ、SSR のミキサー行きできるようなキャラがいたんで、ミキサーをやりたいと思います。自分は結構ミキサー気が向いた時にミキサー行きやってるんですけど、これでなまだ10連までやってないと思うんですけど、結構自分も SSR かぶりが多かったんでやってます。でロベルトは結局最終的に3体4体ぐらい、出ちゃったんで、最初の頃はもうめちゃくちゃ欲しかったんですけど、やっぱかぶってくるとどうしても、まあ技剥しがいっぱいあれば全部取り除いてからメイン必殺技以外全部サブ必殺技を全部取り除いてから本当はミキサー行きをやりたいんですけど、やっぱ現実的にショップには技剥がし券が売ってるんですけど、でもやっぱ現実的にやっぱそれをやってたらとんでもなく技剥がし券が必要になってしまうので、まあとりあえずはね自分日本代表ガチャで赤いは取れたんで、まあ
確定枠だったんで誰来る、まあ本当はね若林欲しかったんですけど、まあこの赤井も相当潜在すると、あの自動パスカット自動ブロックが 80% の確率で出るんで超まあ嬉しいんですけど、ただねやっぱ即パーメインでやってるんで、できれば若林が欲しいんです。ミキサーでワンチャン欲しいんですよね。このロベルトとあとこの、即技パの、シェスター、こちらも2枚持ってるんで、ね、こちらももういらないかなっていう感じで、このキャノンバーストナポレオン、これもダブってるんで、あとはですねこの青いかジトもしくは翼でも、翼とかジトとかもしね強い、まあ今回の日本代表ガチとかで強いジトとか、まあ翼も今の日本代表ガチャで、あの翼にこのメイン必殺技を積んだりとかできるんで、あと南米式も持ってるんで、その技は剥がせるんで、なるべく残しときたいっていうのがあるんで、とりあえず青いきます。これで若林が欲しい、その日本代表若林来てください、日本代表若林来い。ぬーかぶりまた来たか。みんなの期待に少しでも応えるためにも頑張るよ。日本代表ガチャ、第2弾こちらの、10連やっていきたいと思います。で自分は石崎が欲しいですね。とりあえずそうですね、石崎が一番欲しいです。森崎はおみくじで出たんで、とりあえずやります。石崎来い。石崎、フェイントかな。お、来たか。石崎来て、石崎頼む。石崎来た、やった、1個来たよ。石崎即パ、石崎代表、即パ石崎代表、森崎に。なんで2回目出る。ぬか喜び、いやーきついな。ぬか喜びってありますか。まさかのかぶりっていう、これはきついな。まあね、この石崎だね、森崎ザキ、あーザキつながりだ。あーでも S5 なんですね。そっか、 S5 か。ブラボー5個分って考えられるんですよね。悩んじゃうねこれは。水滴はちょっともったいないですね。ちょっともったいないミックスはできないかな。ミックスはできないんで、そうですね、持ってるキャラで。一回ミックス行きたい気分なんですよね。持ってるキャラで。一回やりたい。
なその今やってるオンラインの方で取れた時スカイウィンのシフトがあると一色できんですよね。まあそれを考えるとちょっとこれもったいないかなっていう感じします。これねこれはゆくゆくオランダがどうのこうのになったり使えるんで一体は欲しい。やっぱ伸ばしときたい。はい、なんで松山あれはフライングドライブシュートもね打ちたいのことを考えると一応自分はあの幻のやつがいるんでシュートはブラジルツインしかないんですよね。ブラジルのサンタナとのツインシュートしかなくて、個人でシュートっていうのが持ってないんですよね。だからどうしようかなっていうのがちょっと頭の中にあって、それ考えるとこれ剥がしてからだったらいいんですけど、どうしようかな。ビジと当たった時にハイパワーブロックを吹き飛ばしてやるタイが一色できるんで、これはねもう剥がしたんですけど、コーリンとタイガードリブラーのか、コーリンとタイガードリブラー、まあやむな、これは厳しいな。レオはいらない。一人を誰にするか、どうぞどうぞ、あと一人誰かいるかな。かぶりもしくは絶対使わないよ。ダブルボレーか、エルナンデスキラー使うときあるかな。まあいらないっちゃいらないんですよね。いいか、これでいきますか。これでいきます。狙いはそうですね、どこまで出るのか分かんないですけど、若林もしくは三杉もしくは代表ですね、代表、あとはドリコレ石崎、まあできればドリコレ石崎か今の代表の石崎が欲しいですね。ほいほい石崎来い、にみさの、それが欲しいかな、出るかな、さて出るか、ソクパーサーのくにみ、もしくは幻見すぎでもいいよ。うわ2個入ってる、これは熱いんじゃないですか、これは熱いよ。あー持ってるんだよ実は。うわ3つ、うわー全部かぶり、これはね3つ期待させといて3つかぶりなんてありえない。まあね欲しい人は欲しいと思うんですけど、3つかぶりってほんといらないんで、もうこれはミキサーしかないんじゃないですか。これはミキサー行きじゃないか。3つかぶりって普通3つで
3つとも被るって普通なくないですね。いやーこれ1枠 SSR 確定なんだ。欲しいけどな。でもこっちのガチャだと被る率が高いんですよ。なんでちょっとこっちのステップアップ、日本代表ガチャこっち行きたいと思います。行きます。石崎、即パイ石崎来てくれー。来ない。悲しい。全員揃ったけど。いやー、石、あのロベルトじゃチャンスがない。こんな感じですよね。で次1枠あれなんですよ、確定なんですよね。さてこれで来るかな。石崎、石崎来てほしい。日本代表石崎、今回日本代表2人しかゲットしてないから、石崎来て。石崎、石崎、あー1個しかね。石崎が欲しい。バカー、ありえねえだろそれ、ありえねえだろ。レオなんていらない。持ってるから、なんで持ってるの。当たる、ありえないでしょ。 SR 以上確定って次できなくね。これは苦しいのが当たっちゃったよ。ちょっとね、苦しすぎませんね。これじゃニューって言われてもね、これはどうしようもない。これいらないでしょ、これもいらないでしょ、これもいらないでしょ。もうおっかない、ここまで被ると苦しすぎる。なんで1,2,3,4 4プラスあと1人。森崎5上げれてもね、この森崎は強くないんですよね。なんでここを行っちゃいましょう。ミキサー、これで石崎来てくれればどうだ。ニュー選手、ガツン。これはきついよ。ご視聴ありがとうございました。自分の YouTube チャンネルの登録の方もお願いします。このサッカーグラウンド全てが俺の庭なんだ。ダイブシュートだ。